こんにちは、ラモル。なんでもないです。はい、ちょっとゆっくり言って。次、もう続けていいよ、カットするから。こんにちは、ラモル TV です。今回は以前使っていたビタミン C が、マルチビタミンリキッドタイプってやつなんですけど、これは空になってしまったんで、変えようと思います。で、これは、ちょっと、ここからそのまま、これに、こうやって入れるタイプのやつなんですけど、液だれがすごいんで、新しいやつに変えてみたいと思います。で、新しいのは、で、新しいのが、うん、リキッドエイド、マルチビタミン、小動物、季節の変わり目や、感冒期。やば、感冒期のビタミン補給に。大補給に。はい、参考さんの。やつです。じゃあ、開けていって、実際に入れてみたいと思います。スプーンが1個入ってました、はい、これスプーン何のためですか？軽量スプーンじゃないの？軽量スプーン必要。え？わかんないや。いいや。そのままさじかけて。さじ加減で入れないで。さじかけて。とととと。やって。あたかと。と。あれ、モルモットって書いてないんだけど。モルモットやフェレットの場合、水に 200ml に 2ml。 その計量スプーンがこれが 20C 2cc。 モルモットってめっちゃ普通に書いてあるじゃん。モルモットウサギハムスって、モルモット一番最初に書いてあるやないかい。よく振ってから本品を飲用水に混ぜてください。モルモットやフェレットは約200ml。 よく振って。これは何 2cc だってことは、これでいいのか。これいっぱいでいいってこと？2ミリリットル。2ミリリットルと 2cc って何？一緒じゃない。 2cc200 ってここに書いてる。 200 じゃない、 2cc って書いてる。だからこれで大丈夫。デグー書いてあった。デグーは 200ml に 1ml って書いてあるから、これのこれに半分ぐらい入れればデグーさん。でも普通200も入ってないから、とじゃあ4分の1ぐらい。これが250。これいつも使ってるのが250の半分ぐらい。これ150あるかないか。じゃあデグーさんのやつから変えていきます。これも洗ってあるので、うん、これにビタミン C を入れていきます。素材が入れ物が硬い。しかも変なボールが出るし、これを液に許可に完了で完了。はい、じゃあモルモットなども洗ったので、これすり切り一杯ぐらい入れます。
ゃ怒られちゃう。もういいんじゃないそんなもんで。なんか結構いるね。量多いね。確かに。はい、黄色い水が出てきた。これさ、白だった。めっちゃすぐついてる。いいじゃない、それ用だからさ。折れちゃうよ、はい、これ新しいあのポテトのやつ、そこ壊しちゃって新しくて握力のない中学生代表さ、3は出そう。どうすんの、どうすんの、どうすんの。いっちゃん開けてあげて、蓋開けてあげて。はい、できたら。で、他のもね、そう、全部やっていこう。はい、じゃあ、デグーとね。はい。ポテ君、ポテ君どうですか？味は。ラテちゃん、熱い、熱いって言われた。ラテちゃん、めっちゃ飲んでるけど。口が濡れるやり方。ラテちゃんは気に入った？美味しいかな、ビタミン C の味。美味しいじゃない、買わないかもしれない。飲んでる、買わないよ。めっちゃ飲んでる、毎日めっちゃ飲んでてよかったわ。美味しいな、ラテちゃん。かわいい、天使だ。出た、天使だ。天使だ、名言だ。名言じゃない、迷いの方ね。迷いか、名言の。めっちゃ飲むじゃん。キュンちゃんがいない。キュンちゃんとか行ったのかな。じゃあね、ラテちゃんも気に入ったようなので、しばらくね、なくなるまでこのビタミン C でやっていこうと思います。この動画が良いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ショーランとママちゃんでした。バイバーイ。ガブ飲みや。